こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は42式総合太極拳をお送りいたします。ぜひご覧ください。19番ユンショウ。42式太極拳では各流派の太極拳が採用されています。陳式太極拳のイエマフェンゾンから1回目のユンショウは陳式太極拳のユンショウを取り入れています。洋式太極拳のユンショウとなります。陳式太極拳のユンショウを行う場合には手のひらを外側に向けて動かすような形になります。やや肘が上がった方が内旋や外旋を表現しやすくなります。ユンショウの手の動きには4つの手法が入っています。手法は正面からの相手を想定すると分かりやすくなります。4つの手法とは、相手の攻撃を避ける、抑える、払う、引っ掛け、持ち上げるという4つの方法になります。ユンショウの手の動かし方が分かりづらいとき、表現しづらいときには、まずは長方形をイメージして動かす方法があります。手を上下させ、左側を向きます。そして手をこちらも上下させる。このような動きをまずベースとお考えください。体の回転と手の動かし方を一致させることができるようになります。さらに、これらの動きを滑らかに動かすためには、肘の動きを変えると良くなっていきます。肘を動かすと言いますと、我々はとかく肘の曲げ伸ばしが肘の動きと考えますが、太極拳で肘を動かすという場合には、肘の位置を変えていくことを意味します。先ほどの長方形の直線的な動きを滑らかにするためには、まず、上の手の肘の位置を弧を描いて動かせば丸みが生まれることになります。また、押さえる手から払う手に行く場合には、ちょうど肘のあたりに丸みを作るといいでしょう。そのまま押さえるよりも、ここに何か物があって引っ掛け巻き込むような形にするといいでしょう。ちょうどこの形は木に抱きつくポーズの手を下にして、張りを出した位置と同じになります。ユンショウのみならず、ダオジュアンゴンやサンファンガンアールの手でもこのような張りを求めるといいでしょう。ユンショウの横移動に関しては、顔などの表現を作るといいでしょう。相手を左横に押し出していく、この動きがあり、左の鼠径部を閉じ、回転を与えることによって、左横方向に飛ばすことになります。イエマフェンゾンから右つま先を内に入れ、左足主になって南方向を向いた後、その時に左のかかとを修正して、ややつま先が正面に向くような形になってから、ユンショウへと変わっていきます。ユンショウでは体を左右に振りますが、その際に鼠径部の折りたたみをつけて、体重を移動させていくと安定が生まれます。一方の鼠径部を閉じ、一方の鼠径部が開く形になります。そして体重移動するとき、体の回転は行われますが、鼠径部も折りたたむ方と伸びることの対比をつけると、より一層安定感が生まれます。20番、トイブダーフーは、五式太極拳の動きを採用しました。足の持ち上げ具合は、つま先を斜め上に向けて引き込み、膝を持ち上げる形になります。これは、相手の足を引っ掛け寄せたり、
蹴り上げる動作の現れとなります。トイブダーフーの握り拳においては、相手を引き込んだり横から打ったり、そして上の手で相手の頭部などを打つような意味合いとなっています。東方向を向いた時には、右の肘と右の膝がおおよそ垂直の位置にあると良いとされています。イメージとして、剣眼と剣眼が向かい合い、見えない棒を持っているような形がバランスを取りやすいとされています。その棒は左の肩と左の股関節の前にある方が安定が生まれます。21番ヨーフェンジャオでは、足首を伸ばし足の甲で蹴り上げる動作となっています。鼻先、障害円、つま先が同じ方向に向く三線奏章を行いましょう。西方向にイエマーフェンゾンからユンショウ、右のつま先を内に入れながら左足重心になり南を向きます。左かかとを修正しながら右足重心になっていきます。右の足を寄せつつ、手を左方向に移動させましょう。左の足先を開き、手を右側、右の足を寄せつつ、手を左側に動かします。もう一回、左の足先を開き、手を右側、右の足を寄せつつ、手を左側に移動させます。トイブーダーフー、右のかかとを開き、右足中心になりながら左の足を下げていきます。左手を近づけ、右手を斜め右方向、南東方向に出して、左足重心へと下がっていきましょう。左手を開き、両握り拳に変えて右の膝を上げていきます。ヨーフェンジャオ、足首を伸ばすようにして足の甲で南東方向を蹴ります。西方向にイエマフェンゾンからユンショウ、右の足先を内に入れながら左の足に重心を変えていきます。南方向を向きましょう。右の足に重心を戻しながら左かかとを修正していきます。手を右側に移動させます。右の足を寄せながら手を左に動かしていきます。左の足を開きましょう。足先から着地します。手を右側に動かし、右の足を寄せながら手を左側に動かします。左の足を開き、手を右側、右の足を寄せながら手を左側に動かします。トイブダーフー、右肩を開き、左足を斜め後ろ北西方向につきます。右の手は南東方向に出します。左の足に重心を下げながら手を開きましょう。両拳に変えながら右膝を上げて東方向を向きます。ヨーフェンジャオ、右の足首を伸ばしながら南東方向に足の甲で蹴り上げます。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。